私もみんな大好きよ。うん、練習あるのみね。しちゃったって可愛い。高評価、チャンネル登録お願いね。はーい、皆さんこんばんちは。元気かしらね。元気のない人はね、お散歩行って太陽の光でも浴びなさい。そしてね、こう叫ぶの。光合成してるー。ということで今回はね、 AK-47 使っていくんだけどね、みんなカスタム何使ってる？このコンボグリップ使ってる人まだいるかしらね。この新しいアタッチメントとして最近追加されたコンボグリップなんだけどね、これ実はね、反動制御できない人向けのカスタムなんだよね。まあ簡単に言うと、アカデミー練習生用のアタッチメントって言ったところかしらね。まあとりあえず詳しく見ていくわよ。まずはこの新アタッチメントをつけた状態でのカスタムを試していくわね。この新しいアタッチメントをつけたカスタムを採用するとね、この3発機の射程距離がだいたい25メートルぐらいまで伸びんだよね。ほんで覗き打ちのたまたまの集団率がね、メタンゴ上がんだよね。ただこのコンボグリップを採用するデメリットとして、ダメージ射程距離がね 20% しか上がらないのよね。だがしかし、この OWC レンジャーをつけると 40% 上がるのよ、レンジャーだけで。で OWC マークスも選ばない理由として、やっぱエイム速度と移動速度ね、メタンコチちゃうのよね。まああと横反動もあんまりないからね、 OWC レンジャー使って縦反動されるがね、まあまあいいと思うわ。ほんで OWC レンジャーとモンサポをつけるとダメージ射程距離がね 65% も上がってくれるのよね。で 30m ね、 30m から大体33m くらいかしらね、3発キル可能になっちゃうのよね。ただ新アタッチメントを採用しないディスアドバンテージについて触れていくと、やっぱりエイム集団率なのよね。でも大丈夫、これ見てちょうだい、そんなに悪くなくない？この 33m まあまあの距離だけどね、結構たまたまの集団率いいんだよね。まあ、ということで、そんなこんなでパンナコッタで今回はこういうカスタム使っていくわね。まあ、たまたまの集団率とヒットフレンチ気にならない人はね、ブラストをつけてもいいかもしれないわね。高評価、チャンネル登録お願いね。さあ、マップはハックニーヤードのドミネーションね。ここのドミネは結構ね、ドキッ。だー、痛い目がー、痛い目がー。ほんま、ここの開幕のコンカッションフラッシュバングはお約束ね。ま、そんなの関係ないんだけどね。この旧カスタム、最強カスタムで、どんどんキルしていくわ。もうこの距離ならね、3発キルいけるからね。いや、強い。入れる、お、やべやべ。見た今の。今の4発キルだったわね。そう、ちゃんとね、胴体当ててね、36ダメージ出さないとね、3発キルなんないのよね。A 拠点持ってるからね、まあ有利スポーンなんだけどね、ちょっとこれ P 取らないと負けちゃうからね。オッケー、ナイスキル？やっぱ、時計早いわね。うん、気持ちね、ほんとに。なんかね、デフォルト名声使ってるよね。なんかキル数がめっちゃ早く感じるんだよね。まさに、ミシックマジックって言ったところかしらね。ああ、お、対空戦かーい。いや、これ P 取れちゃうね。さすが伝説のリスナーたち。いや、リスナー、いや、違うわね。多分違うと思う。まあいいわ。拠点意識高い味方がいるとね、やっぱ楽よね。まあ、むやみやたらに拠点入っていく人はね、ちょっと違うんだけどね。ほんとね、たまにいんのよね。ちょっとずつ盲信に旗取りに行く人ね。ほんと、あっさりキルされちゃうしね、スコアストレックスも貯められちゃうからね、敵に。それはちょっとやめてほしいわよね。これ B 取られてるわね、2回ね、味方いるからね、こっちから挟んでいくわよ。オッケー、ナイスカット味方。いるいるいる、オッケー、ナイスキル。いたたたやべ、チン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 。女の顔に気づけんなー。危ねえ危ねえ危ねえ。ほんま、テルマイド大好き人間多いな、ほんまに。一旦四角作っといて、敵上がってくるからね、多分ね、B ね。ここで横からカットしていく。来る。いる。オッケー、ナイスカット。もう一人いる。お、気づいてない気づいてない気づいてない。これをラッキーポイントね、スコアストレックスもかなり溜まったんじゃないかしらね。もうちょいアドバンス UAP ね。あ、いる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 、お、アップなーい。ちょっと A あたりは味方に任しといて、ちょっと B 守っていこうしらね。あ、リスポーン変わってんのか、これ。ちょっとまずいな。なんか来るよね。来てるね。オッケー、見えてる？ほんで、後ろいるね。敵後ろいるね。先打ちしか、勝たんのやー。オッケー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 。公式とはね、アドバンス UAP 溜まったわ。ちょっと待って、これ、ワンチャン核あるんじゃないの？核ムーブで行こうかしらね。わ、来てる来てる、あ、シャイエ。こういう時なんかブラストロいるのよね。トロフィーを先に壊しておいて。さあ、いるね。いるね。この裏いるね。お、ナイスカット、味方、ナイスカバー。さあ、後半戦見ていくわよ。なかなかいい勝負してるわね。さあ、まずは2階に行ってカバーしていこうかしらね。とりあえず、こっち階段側をね、クリアリングしておいて。来るか？いないわね。お、味方 P 強気で行ってんな。行ってるね。あ、いるるるる、うわ、カバー遅れた、ごめんなさい、味方。ちょっと核ムーブで動いてるからね、あんまガツガツいっちゃうとね、ヘイト高めちゃうのよね、私の。これ下いるわね、気づいてないかしら。あ、気づいてるな、植えるって気づいてるな、この人。で、下ちょっと任せておいて、これ下置いたくないからね、あ、いるる、うわ、植えるな、あっちもいる、これキルしておいて、こっちに回避と。まあ、さっきのやつ来るからね、いるるる、来た来た、アップなー。やっぱ近距離なら、キル当てても近出ちゃうわね。ま、
相手がガバってただけなんだけどね。いやこれちょっとキルされたくないわね。どっちか来るかしらね。下か中、いるいるいる、アップだアップだアップだ。キネティックなかったら死んでたわ。ほんで M1 さんやったしね、あの脅威の M1 さんはマジで脅威だからね。おーナイスカット。ちょっと待って、 B 取られてる、 B 取られてる、 B 取られてる。これいかんとまずいね。1カット2カット3カット3カット。いや今のはヤバタニエンね。またアドバンスイエビ出たわ。あれちょっと待って、 B 取られてる。もう一人生き残りおったんかーい。いやスモーク優秀ね。あそこちょっと見えなかったわね。さいるわね、上いるわね。ナイスカットしていく。ほんで味方からちょっと A 行ってるからね、プレーターミサイルでカバーしていくと。めっちゃめっちゃめっちゃいるめっちゃいる。おーナイスカバー、これやばいでしょ。さあ敵がね結構散乱してるからね、まず B を先に取っておいて、ほんでまた2階に行ってカット事故かしらね。各もうちょいで出るからね、これマジであるわね。またみんなと一緒に歌う時が来たわよ。上からよし、もう一発、あと一発、オッケー。やべ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 やめてやめて、危ない危ない、やば、ちょ3枚と、ちょ私の核は、私の核は取らさへんで、そんな簡単に。いけるか、いや無理か、それ壁抜けないんか、ここ。ちょちゃんとリロードしておいて、さあこれ上行きたいわね。なんかいる、おやべやべ、プリファイヤー、やべやべやべ、あっちめたー。なーにが核や、なーにがもうちょいで核や、ほんまに。あんなんも反応できないやつか、何核核言ってんのよね、ほんまにね。もうええわ、こっからはね、なんぼ死んでもええ精神で行くからね。関西のばちゃん精神で行くからね。まあ、簡単に言うとゾーン状態ね。あー、来た、3発キル。私がね、キル中モードに入ったらね、誰も止められないわ。うわ、サーム出てる。やばいな。じゃ、味方に B をちょっと任しておいて、ここで勝ったりしようかしらね。入れる、オッケー、ナイスカット。いやー、ここちょっと頑張って味方 B 取ってほしいわね。ここでちょっとカットしていけば、勝てる。いやー、逃した、逃した、逃した。いや、B 取ってるわね。ナイス、味方ナイス。ほんで、こっから上から B を、買っていくと。いるわね。1キル、2キル、1軸。いやー、もう一人いる。いや、これ味方ナイス、おい味方ナイスカバー。まあナイスカバーというよりキルバックなんだけどね。お、対空旋回押してる、してる、してる、してる。ナイス味方。いや B 取られてるわね。これ何ポイント差や、10ポイント差か。これじゃあ B 守らんでいいな。後ろ引いてこう、後ろ引いてこう。ここで無駄死にしてキルで避けたくないからね。あ、誰か私の武器拾ってるわね。ちょっとこっちやっていくか、あいつやっていくか。ここでガン待ちして抜いていったるわ。さあかかってこいや、いるるるるる。あら、ちょうど終わったわね。いやーもうちょっと角出したんだけどね、なかなかいい立ち回りだったわね。まあ今のマッチで30メートルぐらいの三振がなかったからね、まあ簡単に見せておくと、まあこういうの結構できたりするんだよね。ということで、今回の動画はいかがだったかしらね。まあちゃんと胸あたり狙われてね、三発キルは可能なんねんだけどね。まあそういうとこがちょっと難しいところよね。それじゃあ今回の動画は以上よ。高評価、チャンネル登録、お願いね。バイバイけーんね。